どうもコブラです。今回はエキゾチック武器ハンマーのモルテンエディクト気絶ビルドについて紹介したいと思います。こちらに関して言うとバージョン0となります。それでは話していこうと思います。それでは武器防具の構成について話していこうと思います。 こちらのエキゾチック武器、ハンマーのモルテンエディクトとなります。頭をパンガーにして体をレザキリ、腕をレザキリにして足を虫にします。ランタンの構成についてはエンバーメンラプチャーとなります。武器モッドの構成とモルテンエディクトの性能について話していきます。コンカッシブサルボを炎属性ダメージの下級を出すアビリティに変える。これは、 ジャンプしながら打つと火の玉が出ます。それです。セルの構成については後ほど触れていきます。元に関して言うと拡張マガジンとなります。続いてセルの構成について話していきます。プラス6圧倒、回心、激追応、分散回路となっていて、補助的なものに関して言うと、プラス3の共振回路、生命力、疲労回復となっております。 続いいてて話していきます。パークについてざっくり話すとクリティカルヒットの確率が十パーセント、気絶状態のベヒーモスに与えるダメージがプラス六十パーセント、気絶ダメージがプラス三十パーセント、攻撃回避後次の攻撃の気絶ダメージがプラス百パーセント増加ヒット時のランタンチャージがプラス十二点五、補助的なものに関して言うとランタンホールドアビリティで攻撃速度が八パーセント上昇最大体力が プラス150増加、回復量15%、スタミナ回復がプラス15となります。ビルドの詳細については概要欄に記載しておきます。続いてプレイ動画に行きたいと思います。モルテンの使い方を言うと、ジャンプしながら打つとですね、こういう火の玉が出ます。これを連続して打って、また装填して、また打ってっていう、こういうふうに繰り返しをすればですね、こういうふうに火球を出すことができます。 モルテンエディクトの火球の出し方についてもう一つあります。最後のこう三連の叩き込みでドーンってやった時に、その時に火球が出ます。そしたらですね、前に進んでダメージを与えるでかいマグマボールみたいなのを出すんですけど、いつもチャログが出してるボールがあるじゃないですか。あれを出します。今回はエキゾチック武器モルテンエディクト。 気絶ビルドバージョン0について紹介いたしました。こちらに関して言うと、下級が出るので、比較的いいんではないかなと思います。この動画が良かったら、チャンネル登録していただけると助かります。